3番特2番3番6番730円3連単は2番6番3番の順で5410円でした。では今日から敬礼と白客賞の払い戻しをお伝えしました。それでは今日の競馬10レースのパドックです。10レースは渡月橋ステークス芝の 1400m 10% の競争です。ではまずは単勝のオッズご紹介してまいりましょう。1番のメリーメイキング、現在の単勝ですが 6.9 倍、2番の待機サターン 4.4 倍、3番キアロスクード14倍、4番トレイン 2.6 倍1番人気、5番のスカイファッション68倍、6番ドルチャーリオ16倍、7番のエル・エスメラルダ83倍、8番グランドレは10倍、9番のボンセルビーソ 5.3 倍、10番の名称犯人が16倍となっています。それでは各馬の気配、竹村さんに見ていただきましょう。1番のメリーメイキング、今日の馬体重の増減がプラス8キロです。お願いします。はい、少しね間隔は空いたんですけれども、相変わらず馬体の張りいいですしね、プラス8キロでも太め感のない体つきで、これも、力強いと思います。距離もね引き続きベストの1004ですしね、小級でも、侮れないとかなというふうに思います。はい、続いては2番の待機サターンプラス6キロ、相変わらず前向きにね歩けてますし、馬体にも迫力があって気配はいいですね。毛づやもね落ちてないですし、引き続き好調と見ていいと思います。3番キアロスクードプラス10キロ、4ヶ月半ぶりの2位ですが、まあ、少しね茶化ついてるんですけれども、もともとねテンションの高いタイプですから、これぐらいだったら心配はねないと思います。10キロ増でもね太め感は全くありませんしね、いい仕上がりなんじゃないでしょうか。続いての4番のトラインプラス2キロ、この馬もね少し茶化ついてるんですけれども、もともとねテンションの高いタイプですから、これぐらいだったら心配ないと思います。足さばきにねキレがあってバネ感じますし、馬体の張り毛づやもね問題ないですね、いい競馬になるんじゃないでしょうか。5番のスカイファッションマイナス6キロです。そうです、あまりね、この馬は変わり映えしませんし、年齢的にもね大幅な上がりねというのは見かねづらいですからね、今回は見送りたいと思います。6番のボルチャーリオマイナス2キロ、はい、集中してね、力強く歩けてるんですけれども、あまりね大きく変わってきた点はないですね。年齢的にもね大幅な変わりまではどうかなというところです。7番のベルエスメラルダプラス2キロです。疲れ自体はね見えないんですけれども疲れ詰めでね上積みはねあまり見込みづらいですし、金属がねもう一つピリッとしませんからね、一辺までは厳しいと思います。8番のグランドルはプラス10キロで6ヶ月の休み明けです。そうですね、プラス10キロでもね、太め感はないんですけれども、久々の分ね、馬体の張りがもう一つに見えますね、休み明けの今回はね様子を見たいです。9番のボンセルビーソプラス2キロ、はい、馬体にねメリハリがあって毛づやもいいですし、踏み込みもしっかりとしてね気配はいいと思います。前回がね久々で5着と検討しましたからね、さらに動けるんじゃないでしょうか。そして10番の名称犯人434キロで増減はありません。落ち着いてね、周回できていますし、足さばきもすばるくて気配は悪くないですね、体がね負担め感なく、きっちりできてますしね、力の出せる状態ですね。はい、ありがとうございます。以上10頭見ていただきました。ではよく見えた馬をお願いします。はい、